6番浜木夏樹選手、沖縄県3回目。次は13番水落ち選手です。重量増加83キロ。玉木選手のジャークベストは76キロ、トータル139キロです。重量83キロ、ゼッケン13番水落ち花火選手、埼玉県1回目。なおこの試技は大会新記録への挑戦となります。重量増加86キロ。お知らせいたします。53キロ級の皿足競技開始は5分遅れの11時55分を予定しております。繰り返します。53キロ級の皿足競技開始時間は5分遅れの11時55分を予定しております。重量86キロ、ゼッケン13番水落ち花火選手、埼玉県2回目連続試技です。なおこの試技は大会新記録への挑戦となります。重量増加87キロ、重量87キロ、ゼッケン13番水落ち小波選手、埼玉県2回目連続式です。なおこの式は大会新記録への挑戦となります。フリーアンドジャック競技において大会新記録、トータルにおいて大会新記録が充実しました。